でも蛇の神様だなんて一言も書いてないよ。もしかして駅員さんの記憶違い？いえいえ、この話では蛇神と書かれていないだけでしょう。山の神様で雷まで使っていますから、蛇神様ですよ多分。そうなの？そういうものなんですよ。ミヌリアの大物主だって三尾山の神様ですからね。昔から綺麗な三角錐の山はカムナビ山と呼ばれて信仰の対象となっていたんですけどね。これはトグロを巻いた蛇の形に似ているからなんですよ。そういえば山の主とか言うて上ばみが住んでいる蛇の大きいやっちゃなってジャガンソーでも言ってるね。ところでお姉さん、私たちの身近には三角錐の山よりも似ている信仰の対象があるんですけど、なんだかご存知ですか？ヒント。食べられるものです。食べられるもので、蛇に似ているもの。その2、蛇の古語をカカとかカガと言いまして、お姉さんはアカカガチとか聞いたことありません？蛇だよね。はい。カガがつく食べ物。それでは最後のヒントです。さっきお姉さんが引き合いに出してきたジャガンソウ。ジャガンソーに出てくるの？これ以上言ったらヒントではなくなってしまいますよ。鏡餅？そうです。ちゃんと段々になっていて、トグロを巻いた形に似ていませんか？言われてみればそんな気も。だけど鏡餅の鏡はミラーの鏡なんじゃ。その鏡こそがクセモノなんですよ。いわゆる金属製の鏡はもともと舶来品ですからね。それはですね、鏡、つまりは蛇の目だという説があるんですよ。蛇の目です。目は見ているものの姿を映しますよね。鏡登場以前の日本では物を映すものなんてそうそうないですよね。それらはすべて霊妙不可思議なものとされています。いわば聖地であったり祭器であったりするんですね。あ、世間の石鹸。お姉さん、何か面白いことでも？え、
なんでもないから続けて続けて。三種の神器の筆頭は鏡です。何せ太陽神アマテラス大御神の写し身そのものなんですから。ちなみにその弟である月読みの御事は名前の通り月の神様なんですけど、月には天鏡や金鏡など鏡をなぞらえた別名がたくさん付けられています。そして鏡と関連付けされるその二柱の神様はですね、どちらも国生みの父神であるイザナギの御事の目から生まれているんですよ。目から生まれる鏡。はい、アマテラスは左の目から、ツクヨミは右の目から。ですからこうだとは断言できないんですけど、蛇はもともと崇め恐れられていた古い神様ですし、何より蛇は瞬きをしませんからね。これがそうなんですか。へえ、当時の技術では最高級にあたる鏡で、両月って名前までついてるんだって。両月ですか。どうしたの、変な顔して。鏡と月は関係あるんだって教えてくれたのはつづらちゃんだよ。別に何でもないんですけど。除名4年、明が帰ってきた年ですね。後につながりありますし、鏡を渡したのは明本人かもしれません。明って誰。この辺は普通に日本史の試験に出てませんか。明は後に起こる大化の改新の主要人物の一人ですよ。あ、中富氏って中富の鎌足りさんのこと。だったら明宝氏は高婿の黒丸と国博士になる人でいいんだっけ。よくできました。ちなみに平安時代の貴族生活に半端じゃない影響を及ぼした陰陽五行を直接日本に伝えた人物でもあります。それに鎌足りは陸東にも通じていたそうですから、それも鏡と一緒に渡したのかもしれませんね。
けど、鎌足さんって神社の人だったの？武神、武三日月の神を祀る鹿島神宮ゆかりの一族ですね。鹿島神宮の神職の家の生まれですから。ちなみに武三日月の神は、ちょっと失礼しますです。はい。あれ、つづらちゃん、すぐに戻ってきますから。さんはこちらによく顔を出していたのですね。ええ、教鞭を取る傍ら民話や伝承の比較研究をなさっていた方で、その関係でこちらにもよくお見えになっていたんです。ですから割れたガラスから指紋が発見されたからといって一概には。ですが職員ではない彼の指紋がケースの内側についているという状況はそうであるとしか考えられないでしょう。残念ですが、そうですね。それにこのところの執心ぶりは異常でした。毎日通い詰めていまして。鹿野川さんは以前から問題の鏡に関心というか異様な執着を持っていたんですか？おそらくはここ1週間ほどですね。最初はごく常識的に世話話のついでの冗談程度の口ぶりで譲ってほしいと言ってきたんですがね。彼は、鹿野川さんは呪いの鏡に見入られてしまったんでしょうか。噂は本当かもしれません。何せ長者の。おそらくはただの赤サビ。
不気味な話、今朝見つかった血の一滴も。長は働いた両親の呵責に重度のノイローゼとかがでしたんじゃいますけどね。お客様、大丈夫ですか？はい、少し気分が悪くなっただけなので。そういうことならおいとましましょうか。私たちの用事は済みましたしね。それではお騒がせしました。ああ、ちょっとお客様、よろしかったらロビーの方で休んでいかれては。お姉さん、体調もよろしくないようですし、咲夜さんに迎えに来てもらいましょうか。ううん、もう大丈夫。気分的な問題だと思うから。あの人たちちょっと気持ちの悪い話をしてて、それを小耳に挟んじゃったから。それどんな話でした？思い出したらぶり返すとか、そういうことなら結構ですけど。ううん、話すよ。そういうことはなさそうだから。あの盗まれた鏡、両月だっけ、あれが呪いの鏡だっていう話をしてた。あの鏡を伝えていたこの辺りの長者の子が親族殺しをしたせいで世に出てくることになったの。ワクツキは事情はおおよそ予想が立ちますから十分です。